皆さん、えー、令和三年の司法書士試験、えー、受験お疲れ様でした、えー、本当に頑張られたと思います あの皆さん方の頑張りはもう日々ずっと私たち講師はそばで見てきて知っております今本当にご自分をですね,ねぎらって皆さんの頑張りに私たちも敬意を表したいと思いますさてレックではこのあと皆さん方に対してさまざまな情報をお伝えしてまいりますさし当たってはあの回答速報回答速報を今お待ちの皆さん方が多いと思います回答速報を このですね、えー、音声ないしは映像今しばらくお待ちくださいでも皆さんどうでしたか今までの少子試験についてのですね勉強本当にいろいろなことを犠牲にされてですね頑張ってこられたと思います、えー、そのすべてを出し切れたでしょうか 試験はですね最大のデトックス、えー、今までいろいろなところで私も行ってきました皆さん方のデトックスが、えー、達成できたことを本当に、まあ、願ってやみませんですけれどもいろいろな感想があると思います、えー、不本意ながらあ実力が出せなかった、ね、うわあそこが出てしまったんだ、ね、というような感想等もあると思いますそういったですね、えー、皆さん方の感想はこのあと もちろん今日の回答速報以降のですね、レックのさまざまなあのイベントでもって、皆さん方からのお声を、そしてご相談を受け付けていこうと思いますので、どうぞこの,後のですの、ね、講師のいろいろなあのご紹介をです、ね、ぜひご覧になっていただきたいと思います。まずは皆さん、今日本当に5時間、戦い抜きました、頑張りました。 ここに皆さん方にですね本当に敬意を消費したいと思います、えー、お疲れ様でした、えー、この後の講師のですね、えー、皆さんへの有益な情報提供どうぞお,です、ねえー、お聞きいただきたいと思いますそれでは私からの皆さんへの激励は以上とさせていただきますはい皆さんこんにちはレクセン人講師小木原です本試験お疲れ様でした 記述式について、レックでは、本試験の結果が出る令和3年度筆記試験合格発表までの日々を有意義に過ごしていただくため、記述式再現答案無料添削サービスを実施しています。卓一成績診断と組み合わせて、より正確にご自身の本試験結果を推測し、学習の指針としてください。はい、みなさんこんにちは。REC 選講師の森間です。 本試験本当にお疲れ様でした本試験本当にこう大変ですよねで私も10年以上、えー、もう15年ぐらいかな毎年こう受験生と一緒に、えー、現場で受けておりますけれども、えー、本当にこう大変な試験だなああいうのが実感ですまあ後からこう今年はなな,なんかしたとか 生かしたとかあいろんな話はありますけれどもやっぱり当日受けてみる感覚でいうとやっぱりこう毎年大変な試験だなというふうに思いますえ特に昨今はですねいろんな事情の中で大変な中こう勉強を継続して当日までたどり着いたとああいう中での試験ということになりますからまあ、本当にこういろんな苦労なんかもあったと思いますまずはしっかりこう休んでいただければというふうに思いますお疲れ様でした。 でレックの方からですね一つお願いとお知らせと言った形になりますが卓一成績診断サービスこちらの方を行っておりますぜひご参加いただければと思いますそんなに時間かからない話ですから皆さんのこう選択した正解をですね書いていただいてレックの方にぜひ知らせていただければと思いますでそれで皆さんの方に成績を作成してごご提供するとこんなサービスになっております で、ご協力いただいた皆様の方にはですね、えー、本試験分析、それから公表成績表、それから記述式の分析、えー、公表、ですね、それから回答例。 解説こちらの方をもうプレゼントをいいいいたたしまますすすかららご協力いただければというふうに思いますでこちらのですね成績の方を皆さんに提供していただいてレックの方では皆さんの成績の分布こちらを調べていきますで1週間後に検証会徹底検証会がありますからそちらの方で正確な基準点こちらを皆さんの方に知らせていきたいというふうに思っております。 でもちろんこれはレックの方が調べて独自に発表するものですからまあ法務省が発表するものはもう少し待たなければいけないわけですけれどもただこちらでなるべく正確なですね、えー、基準点などを予想してお伝えすることによって皆さんはこれからどのように過ごせばいいのかなどの基準になるかなというふうに思っておりますレックの方でもそちらがより正確な基準点これが示せるかどうかは皆さんがこうなるべくですねたくさんの方に成績を送っていただく必要がありますからぜひ 協力をいただければというふうに思います。で、詳細はですね、本試験会場で配布した冊子の方だとか、あとはレックの使用証書士のサイトに載っております。で、そちらのですね、配布した冊子の方にもマークシートが入っておりますし、それからサイトの方ではウェブ経由で送っていただくことが可能ですから、ぜひご協力をいただければと思います。では、本試験お疲れ様でした。本試験お疲れ様でした。レック専任講師の根本です。 デックではこの後、本試験の詳しい分析などを行う本試験徹底検証会を予定しています。具体的には7月10日土曜日、東京および YouTube ライブで全国に配信します。7月11日には大阪、名古屋本校で生講義で実施します。ここではどういうことをするかと言いますと、まず一つ目は、基準点がどれぐらいになりそうか。 そういったところ、そういった予測もしてきます。この予測というのは皆さんからいただいたデータに基づいた客観的な数字に基づいたものです。本試験で多くの予想を当てています。そしてもう一つはこの後基準点発表まで、本試験発表までどう過ごすのがいいのか、そういったことについてもアドバイスをする予定です。 一問一問の詳しい検証、基準点の予想、そしてこれからの過ごし方、これをアドバイスしていくのが、この検証会になります。まずは、ごゆっくり休んでください。そして1週間後、この情報を集めて、今後の自分、どういうふうに動こうかということを決めてください。私の方からは以上です本本試験本当に お疲れ様でした。